鹿センター行ったらですね、なんかやたら宣伝してるんですよね。自家製冷や汁。宣伝につられて買ってしまいました。どうしようか。とお酒入れちゃおうか。セーフです。どうなってんのこれ。こうやって。これをドバッと開けると。どうですかね。プチバンビ自家製冷や汁の出来上がりです。